気象庁によりますと、非常に強い台風10号は現在西北西に進んでいて、東海地方には金曜から土曜にかけ接近するとみられています。台風の接近で暖かく湿った空気が流れ込む影響で、東海地方は大気の状態が不安定となっていて、愛知県田原市では午前7時過ぎまでの1時間に65ミリの非常に激しい雨が降りました。一方、大雨の影響で東海道新幹線は午前中一部区間で1時間ほど運転を見合わせましたが、名古屋駅では大きな混乱は見られませんでした。新幹線止まりそうっていうのがあったんで、高速バスに変えました。明日午前6時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、三重で200ミリ、愛知と岐阜で150ミリと予想されていて、気象台が警戒を呼びかけています。